あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ。我有那一生为云陪伴ね。皆さんこんにちは。本日のテーマは褒めているつもりが嫌味になってしまう表現です。日本語には表面上の意味は相手を褒めているのに、相手に対して嫌味を言っていることになってしまうものがあります。相手を褒めようとしているのに、結果として相手に嫌われてしまったら嫌ですよね。今回はそのような表現をまとめたのでご紹介します。それではこちらをご覧ください。どう？最近中国語の勉強してる？うん、してるよ。最近フォロワーも増えてきたから、みんなのコメントを理解して返信できるようにちゃんと勉強してるよ。お、いいね。そしたら最近勉強した中国語の単語とかある？うん、あるよ。例えば陰陽怪地。おお、そんな四字熟語までできるようになったんだ、うん、それは悪くないね。悪くない？じゃあちなみに YYGQ ってどんな意味か知ってる？ YYGQ? YYGQ? あ、ごめん、わかんないわ。え？これも陰陽怪地って意味だよ。そんなことも知らないの？その程度でよく私に悪くないなんて言えたね。その勇気も悪くないね。日本語における悪くないは、自分より下の人に対して評価を下す際にしか使えません。先生と生徒や上司と部下など立場関係が明確な場合を除いては使うべきではありません。直訳するとプーソーになるかもしれませんが、ニュアンスはかなり違うと言えるでしょう。いや、そういえば最近演技が上手くなったって褒められるようになってきたね。そうだね。私が前に京都人を演じた時は、ちょっと叩かれるかなって思ったんだけど、意外と評価が高くて安心したんだ。そうだね、俺の女装動画と魔王隊のネタも定番化してきてるし、なんか長く続けられそうな感じがするよね。うん。そういえばさ、また次の動画で一つギャグをやりたいんだけど、なんかいいのないかな？そうだね。例えば、これなんかどう？うん。お金を取られた。おっかねえ。ああ、俺はまあ比較的いいと思うよ。え？比較的？いやいや、あんたにそんなこと言われる筋合いないわ。じゃあなんか今ここでギャグ一個やってみてよ。ああ、わかった。イルカは海にいるか？こんな低レベルなギャグ披露できるその積極性、私は比較的評価できると思うよ。悪くないに加えて、もう一つ中国語と日本語で大きくニュアンスが違うものがあります。それがこの比較的です。この単語も日本語では下の人に対して評価を下すニュアンスがあります。立場関係が明確な場合を除いては使用を避けた方が良いと言えるでしょう。そういえばさ、前に歌を歌う動画撮ったことあったよね。ああ、確かにあったね。まあ、絶対再生回数伸びないって思ってたんだけど、意外と伸びて今では黒歴史みたいなもんだよ。あー、じゃあ俺の女装動画みたいな感じかな。じゃあさ、ここで久しぶりにさ、ちょっと一曲披露してみるってどう？あ、いいよ。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い、雨が降り止むまでは帰れない、今でもあなたは私の光。おー、上手上手。え、上手？え、ちょっとバカにしてる？じゃああんたも一曲歌ってみなさいよ。はい。民王者水的不老雷，民王者水骨子雷气，民王者水风花烛内初夜没醉美，别老雷三旋甲不应舍弃，我要那一生永远陪伴你。そんな音痴に歌えるなんて。わざと音程を外して歌うの上手上手。上手は問題なく使える場面も少なくありませんが、やはり下の人に対して評価を下しているニュアンスがあり、若干見下されているような印象を与えてしまう可能性がゼロではありません。これまでの2つよりは危険性が低いですが、やはり使わないようにした方が安全でしょう。そういえば最近料理動画もよく撮ってるよね。うん、こう見えて
ても昔は料理動画しか投稿してなかったんだよ。その時は全然再生数が伸びなかったんだけど、日本語の投稿し始めてからだんだん少しずつ見られるようになってきたんだ。最近は料理動画も再開してたまに投稿するようにしてるんだ。そうなんだ、うん、じゃあ料理の技術も上がってきたんじゃない？うん、まあ少しは上がったと思うよ。うん、ちなみにこれ私がさっき作ったブラウニー食べてみる？おお、食べてみる、うん、よいしょ。どう？え？普通に美味しいじゃん。え？普通に美味しい？なんでそんなに私のこと過小評価してるんだよ。一応これでも料理動画で100万回再生達成したこともあるし、企業案件も獲得してるんだよ。普通にには自分の想像よりも意外と良いというニュアンスが含まれます。つまり普通に美味しいというと、そんなに美味しいと思ってなかったけど意外と良かったと聞こえてしまうのです。例えば相手が絶対美味しくないからねなどハードルを下げてきていない場合は、普通には使わないようにした方が無難です。最近の動画はいい感じ伸びてるね。そうだね、去年始めたばっかりだからここまで来るとは思わなかった。そうだね、最近コメント欄見たらさ、日本語を勉強するためじゃなくて美女を見に来たっていうものが多いよね。確かにそうだね。いいなぁ、なんだって君は笑顔は素敵だからね。は？笑顔は素敵？え、何？私の日本語教育の内容はダメだって言いたいの？ちゃんとしっかり考えて内容作ってるわ。おばさんになっても見られるように努力してんだよ。え、もうおばさんじゃん。〇〇はいいですねという表現には注意が必要です。問題はこの表現内のはです。ここでがではなくはを使ってしまうと、他のものはそうではないというニュアンスが入ってしまいます。つまりこれはいいけど他はダメだねと聞こえてしまうのです。そういえばさ、去年中国語の試験も受けてなかったっけ？うん、受けたよ。やっぱりそうだよね、なんかすごい真面目に勉強してるなと思ったから。ちなみに点数はどうだったの？100点満点中55点だった。え、さすが。は？さすが？いやいや、55点って言ってるでしょ。え、何？予想通り低い点数だったね、期待を裏切らないねとでも言いたいの？さすがは自分の想像していた通りだったというニュアンスです。つまり良いことにも悪いことにも使えるのです。例えば客観的に見て良いか悪いか判断できない微妙な成績に対してさすがと使ってしまうと、自分は褒めてるつもりなのに相手はバカにされていると認識してしまう可能性があるのです。いい、東大の入学試験はだいたい55点で合格だからさ。こういう時に自分が東大合格したことをさらっと自慢してくる、そのナルシストぶりさすがですね。不愧是装逼大王。今回は褒めているつもりが嫌味になってしまう表現についてご紹介しました。相手と仲良くなろうとしたら逆に嫌われてしまう、そんなもったいないことが起こらないように、今回紹介した表現を使う際は十分注意するようにしてくださいね。はい、終わりー。イエーイ、やったー。そういえば今日 NGC なし？いや、本来なくていいの NG は。あ、そっか。いや、でも動画の最後みんなさ期待してるからさ、いやわざと失敗しなきゃなと思っちゃったよ。いらんか。いらんいらない。